最初のお店は西区にある名物喫茶、喫茶象飯です。西尾市にある象飯屋の2号店になります。レトロモダンな店内はステンドグラスを使った窓や、喫茶店には珍しいお座敷席も用意されています。ほうじ茶パフェは9月限定のもので、今はモンブランに変わりました。味噌屋さんが営む喫茶店ということもあり、味噌を使ったメニューが豊富です。一番人気はゾウさんクッキーが乗っているクリームソーダです。お待ちかねの卵サンドが来ました。卵焼きと甘辛な肉味噌が絶妙で美味しかったです。卵サンドの他にも、こちらのカスタードプリンがとっても美味しいのでおすすめです。みりんが隠し味のカラメルソースがプリンをさらに美味しくしてくれました。次回登場する季節限定メニューが楽しみです。2店舗目のご紹介は、丸の内魚の棚通り沿いに店を構えるコーヒー専門店ラン。こちらはサイフォン式の本格コーヒーが楽しめる喫茶です。レトロで開放感のある店内は吹き抜けのような作りになっていて、とても明るいです。今日は見晴らしのいい2階席に座ります。おすすめはホットケーキです。ランのホットケーキが大好きで、何度となく訪問しています。人気メニューはチーズトーストですが、今回もホットケーキを注文してしまいました。焼き加減が美しいホットケーキには、4種類のトッピングで味を変えながら楽しむことができます。ありがとうございます。生地はふんわりとして柔らかく、口の中で溶けていくような食感でした。こんな素敵な場所で美味しいホットケーキが650円でいただけるのは、ちょっと嬉しい気分になります。3店舗目は久屋大通駅から徒歩5分ほどのところにあるルルポオレンジタウン店です。絶品あんかけスパが有名な老舗の喫茶です。店内は広々としていて、レトロモダンでおしゃれです。ドリンク、スイーツ、フードメニューも豊富なんですが、チャーハンやホタテフライ定食があったりとびっくりです。今回注文したものはオムライスです。バターのいい香りが食欲をそそります。ケチャップライスはしっとりめで、バターの風味が効いた濃厚なオムライスでした。続いてのご紹介は、朝6時半から営業している日比根駅から徒歩 2,3 分の場所の、店名がデザートというスイーツが美味しそうな名前のお店です。木を基調とした店内はレトロで可愛い空間、昭和価格なメニューが嬉しいです。今回は白玉ぜんざいとメープル味のパンケーキをいただきます。茹でたての白玉がもちもちでとっても美味しかったです。こちらのパンケーキは生地がしっとりしていて、見た目よりボリュームがあります。たっぷり挟まれている生クリームはまろやかでコクがあって、パンケーキが何枚でも食べれそうでした。続いてのご紹介は、車道駅から徒歩5分ほどの場所にある喫茶ゆきは鉄板スパ発祥のお店です。昭和32年創業で、旧店舗は取り壊され、現在は新しくオープンしたお店になります。注文したものはもちろん鉄板イタリアンです。ケチャップがしっかりと絡んだ王道のイタリアンは熱々でとっても美味しかったです。また通いたくなるゆきのご紹介でした。続いてのご紹介は、伏見駅から徒歩5分ほどのお店、昭和50年創業のコーヒー錦です。アイアン化のコーヒー店と目を引く看板が印象的です。
木をたくさん使った温かみのある店内。今日はモーニングをいただきに来ましたが、こちらのお店はサンドイッチがとっても美味しいのでおすすめです。お待ちかねのモーニングは2種類あって、小倉トーストを選びました。この口どけのいい滑らかな小倉がとっても美味しかったです。続いてのお店は昭和24年創業の老舗洋菓子店ボンボン。高岡駅から徒歩5分ほどのところにあります。現在外壁工事中です。昭和レトロ感漂う店内、赤い革張りのソファが印象的。こちらの喫茶店のモーニングはおすすめです。ドリンク台にトーストとゆで卵がついてくる定番のものですが、このバタートーストがとっても美味しいです。続いてランチも別の日にいただきました。ミックスサンドにミニミツ豆とドリンクがついて800円になります。間違いない美味しさのサンドイッチです。ランチの後はスイーツをいただきました。ボンボンの人気メニューはプリンですが、今日はプリンロイヤルにしました。フルーツや生クリーム、アイスクリームもついていて、お得感な感じで嬉しいです。優しい甘さのカラメルが懐かしい感じでした。続いてのご紹介は堺駅から徒歩2分ほどのところにある西原コーヒー店堺店。極上なコーヒーとスイーツが評判です。名古屋市内に3店舗ほど構える老舗のコーヒー店。入り口を入ると右手に階段があり、その先が店舗となります。昭和の香りを感じるレトロモダンな内装が素敵です。コーヒーのメニューは説明が決まり、とても分かりやすいです。なんといっても革のメニュー表がおしゃれです。モーニングはありませんが、サンドイッチは充実しています。おすすめは西原プリンです。お待ちかねのプリンと抹茶味のチーズケーキです。卵感が強めのプリンはシンプルな味わいで、アイスクリームとの相性も抜群です。鎌倉山チーズケーキの方は濃厚で甘さ控えめの上品な味でした。錦三丁目という立地もあり、600円以上するカフェオレですが、贅沢な時間が過ごせました。続いてのご紹介は清め餅総本家の喫茶部清め茶寮です。熱田神宮の名物清め餅、こちらはイートインがある店舗です。今日はモーニングをいただきます。店内には清め餅をはじめ、レーズンサブレやブランデーケーキなども販売されていました。その奥に喫茶室があります。こちらでは清め餅もいただけますが、ぜんざいやケーキも注文できます。カップの清めと書かれているのが可愛いです。こちらがモーニングになります。続いて清め餅とぜんざいを注文しました。甘すぎないぜんざいはお餅も美味しかったです。抹茶あんがお店に届いていないということで、ほうじ茶あんと栗入りのものを一つずついただきました。ほうじ茶の香ばしい香りのあんこは柔らかいお餅とすごく合います。栗入りの方もこしあんが最高に美味しかったです。最後の店は池下駅から徒歩5分ほどのところにあるロイヤルは昭和58年創業。ラグジュアリーな空間が広がる昭和の喫茶です。おすすめはアフタヌーンセット。人参ケーキ以外にもシフォンケーキやパンケーキなどもありました。素敵な店内でいただく癖のないコーヒーが美味しかったです。ナッツがゴロゴロ入った人参ケーキはしっかりと小麦を感じる懐かしい味のケーキで、とっても美味しかったです。最後までのご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。